こんにちは、脳トレ休憩室です。この動画は最大の数字と最小の数字を探す脳トレです。それでは早速やっていきましょう。第1問です。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。時間は足りてますか？余ってますか？よろしければコメント欄で教えてください。第4問です。近づいてきました。頑張ってください。第7問です。
みましょう。正解はこちら。できましたか？次はいよいよラスト問題。頑張りましょう。第8問です。いかがでしたか？お疲れ様でした。皆様は何問正解できましたか？この最大、最小の数字を探す脳トレは観察力が向上する効果があります。そのため、認知症予防、子どもの教育等、様々な効果があります。今回の動画であまり解けなかったとしても、何回も解いているうちに解けるようになっていくので大丈夫です。また、他の脳トレに手を出してみてもいいかもしれません。私が運営する脳トレ休憩室では他にもたくさんの脳トレを用意しています。ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画で会いましょう。